皆さん、こんにちは。ももみきです。今日のプートンは浅田さんです。今日はご視聴者様のリクエストにお答えしまして、パンシリーズです。私の出身地、東京都江東区にあります、佐野味噌さんの味噌パンでーす。言い間違えちゃった。味噌パンは、毎日手作りのための限定販売。ほのかな味噌風味。しっとりしたデニッシュ生地に、江戸味噌を中心としたブレンド味噌を練り込み焼き上げました。ほのかに甘く、味噌の香りが香ばしい人気商品です。味噌の入っている珍しいパンではなく、味噌が入ることで一層美味しくなったパン。50種類ほどの試作を重ねて、やっとたどり着いたのがほんのり甘くしっとりした食感が、味噌がとても相性のいいデニッシュで作る味噌パンです。っていう説明書きがあります。佐野味噌さんはお店に常時70種類のお味噌があって、好きな味噌を選んで購入することができる歴史の長いお味噌屋さんです。で、佐野味噌さんに問い合わせをしまして、味噌パン、成分にみりんが入っているので、アルコールアレルギーのある私は問い合わせをしました。回答が、小麦粉と混ぜて40分焼くので、アルコールが飛んでいるという認識ですが、完全にアルコール成分が飛んでいるかどうかは断言できないです。という、素敵な回答をいただきました。私が食べたのは、まだ実家に住んでた頃なので、佐野味噌さんの味噌パン食べたことあるんですけど、アルコールアレルギーで分かったのが、一人暮らし始めてからなので、問題なかったのかな、と思ってます。ですね。こういう、丁寧な回答をくださってるので、とても信頼できるなと、より思います。もともと信頼はしてるんですけど、どこかのパン屋さんのように、焼いてるからアルコール全部飛んでる、全然大丈夫と言いながらアルコール成分が残っているという実話もございますので、皆さんどうぞお気をつけくださいませ。そんなパン屋さんが知りたい方は概要欄の URL をご覧ください。佐野味噌さんの味噌パン、紹介しますね。今回注文 したのは、うちの法人のスタッフが 食べたいということで かつ撮影協力もしてくださるという素敵なスタッフさん 私は食べません 食べたいけどね。本当はね。もう、危ないから。今、味噌パン開封中です。こんな感じですね。本当に見た目はデニッシュ。本当にデニッシュ風味。これ、昔食べた話で、なんか参考になるのかわかんないけど、焼いた方が味噌の香りがしますよ。ね、バターを塗って、トーストするとすっごく美味しいんですよ。あ、味噌の風味する。今カットしました。こんな感じです。本当に味噌のパンっていうよりかは、ほんのり味噌の
お味がするパンですので、癖になります。なりますが 食べれない私はちょっと苦しい 食べたいよ スタッフさん 美味しく召し上がってくださいね 本当に美味しいんですよ、この味噌パン。佐野味噌さん、都内にいくつか店舗あるんですけど、佐野味噌さんの、オンラインで注文できますし、楽天さんにも、ショップあります。手軽に購入できます。ああ、味噌の香りしますね。ああ、佐野味噌さんのお味噌美味しいから。おっと。デニッシュパンだからね、油分もありますので、カットの際はお気をつけください。私は今日手袋してカットしました。ちょっと私が試食することができないので簡単な説明にはなってしまうんですけども、とにかく美味しいので、ぜひ食べてみてください。また美味しいパン見つけたり思い出したりしましたら動画を撮ってお伝えしたいと思います。では本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。失礼します。